トマトソーストマトソースはトマトをベースとして作られたソースの総称。日本ではフランス料理にハンを取る洋食系のものとイタリア料理の基本となるサルサディッポモドーロがよく知られている。主に肉や魚介、豆類などの煮込み料理のソースに利用される。ソースの調理過程で使用するトマトはソースの滑らかな舌触りを出すために皮を湯むきしてあらかじめ種を取り除いておく。 また、一緒に使われる玉ねぎを透き通るまで炒めて、甘みを引き出した後、トマトを加えて、オーブンなどで一緒に火を通して、じっくり煮込むことで、甘く、マイルドなソースに仕上げる。みじん切りニンニクとオリーブオイルを入れ、弱火にかけて、香りを移す。ニンニクはすぐ焦げるため、冷たい鍋に入れて加熱する。みじん切りにした玉ねぎを加え、焦がさないようにじっくり炒めて、甘みを引き出す。 ホールトマトをジュースごっと入れヘラなどで潰しつつ煮込む。この際、好みでローリエやバジルを加える。分量がに3から半分になるまでゆっくりかき混ぜながら煮詰める。最後に塩、胡椒で味を整える。トマトソーススパゲッティパスタと合わせたものをトマトパスタの基本として特にボモドリーノと呼ぶことが多い。ここから派生して以下のソースができる。 洋食では、ベーコンや複数種の香味野菜、鶏ガラブイヨンでコクを出す、小麦粉でとろみをつけると、いくつか相違点が見られる。コロッケのソースとしての利用や、ロールキャベツの味付けで多用される。ケチャップを加えて茹でたスパゲティを和えれば、スパゲティナポリタンになる。また、トマトピューレの代わりに利用されることも多い。オレガノを多めに加えれば、ピザソースになる。 大鍋で薄切りのニンニクを炒めて香りを出した後、みじん切りのベーコン、ニンジン、セロリ、玉ねぎを炒める。ぶつ切りの鶏ガラを加えて、さらに炒め、小麦粉を振ってさらに炒める。水を加え、トマトの乱切り、トマトペースト、トマトピューレを加え、この際、好みでローリエやバジリコを加える。3時間以上、弱火で煮込んでとろみを出す。 最後に、トマトケチャップやバルサミコ酢、砂糖、塩等で味を整えて完成。ありがとうございます。